4年前の爆破事件で男の運命は大きく変わった。どん底から這い上がった元ホームレス秋山俊。スカイファイナンスって店やってる金貸しだ。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。何もんねえ。若き極道は命を捨てる覚悟で挑んだ25年前の襲撃事件。どういうことや。上の清和会が生き残ってるやと。それに上野は今じゃ登場界の親戚だ。極道18人殺しの脱獄囚冴島大河。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。その刑事はただ一つの事件にこだわり続けていた。俺の親父を殺したのもお前なのか。さあどうだか。おい答えろ。父の死の真相を追い求める刑事谷村正義。おい谷村、親父さんの二の舞になるぞ。ご忠告どうも。あんたは親父を殺したのか。そしてライト、ライトと。すみません。ある日突然謎の女が現れる。事件の鍵を握る女リリー。現金で1億円私に融資していただけませんでしょうか。リリーは柴田組に追われていた。柴田組が。お金は必ず返します。だから教えたくないってことか。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。でもただ飲んでるだけなんですよね。バカお前は。このままだとあなたが警察に捕まることになると思うんですが。そして戦う宿命を背負った男桐生一馬。どうしても復讐をするっていうならその訳を教えてくれ。拳で交わした熱き信念はやがて桐生をカムロ町へと導く。俺はあの女を守る必要があるんだ。動き出す事件、深まる謎。これ以上俺が警察の邪魔しないでくれ。それは警察組織をも巻き込んでいく。極道としてのメンツの問題なんですよ葛城。極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。男たちがたどり着く真実とは。龍が如くシリーズならではの超豪華キャストで描く感動のドラマがついにその全貌を表す。強き男たちが生み出す奇跡、その激しい生き様から目を離すな。伝説のゲームだけが描けるドラマ、その感動龍が如く。この感動こそ龍が如く。龍が如く4、伝説を継ぐ者。